機動戦士ガンダム水星の魔女オープニングで、占いの様子を覗き見ようとして椅子から転げ落ちそうになるリリッキカドカリパティ。機動戦士ガンダム水星の魔女より、株式会社ガンダムの PV に出てくるあのキャラクターの動き。ガンダム、ガンダム、希望の光。機動戦士ガンダム水星の魔女第13話より、人を物を勝手に食べてスレッタに止められるソフィープロネ。機動戦士ガンダム水星の魔女第1話より、スレッタにお尻を叩かれた時のグエルジェターク。機動戦士ガンダム水星の魔女第19話より、セセリアの足の爪のマニキュアを濡らされつつ自分の心情を暴露するも飴をくわえさせられ諭されるマルタン・アップモント。だけどあの時は本当の本当にみんなを守る一番の方法だって。機動戦士ガンダム水星の魔女第13話より、スレッタにデートのお誘いをかけるも、ソフィーに邪魔されるエラン5号。スレッタ・マーキュリー、今日こそ僕とデートしてもらうよ。攻め方を変えるか。機動戦士ガンダム水星の魔女第19話より、冷蔵庫の中のものを盗み食いしようとしてチュチュに見つかるスレッタ・マーキュリー。